皆様お集まりをいただきましてありがとうございます。ただいまから臨時市長記者会見を開催いたします。本日いわき市におきまして確認されました新型コロナウイルス感染症患者についてご説明をさせていただきます。なお本日の会見でございますが、これまでの会見と同様、検査結果を受けてからあまり時間が経過していない中で速報として皆様にお知らせするものでございます。現在持ち合わせている情報をもとにした会見となりますので、あらかじめご了承願います。それでは初めに市長からご報告いたします。はい、皆さんこんばんは。お忙しいところお集まりをいただきまして誠にありがとうございます。本日いわき市において4例5例6例目となる新型コロナウイルス感染症の患者3名が確認されました。これらの患者は市内在住の方で、いずれも4月14日に陽性であることが確認された本市3例目の患者と勤務先が同じ方々で、保健所の調査で濃厚接触者と判断されたことから、昨日帰国者接触者外来を受診し、本日 PCR 検査を行ったところ陽性であることが確認されたものです。詳しくは部長から申し上げます。罹患した方には謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い回復をお祈りいたします。現在それぞれの患者の詳細な行動歴につきまして確認作業を進めているところであり、引き続きさらなる濃厚接触者の把握を含めた調査等を速やかに行ってまいります。県内において感染者が増加する中で、本市におきましても本日勤務先の濃厚接触者から新たな患者が3名、合計4名の感染者が確認され、集団感染の発生が疑われる非常に厳しい状況になったものと考えております。この勤務先では有症状者が勤務していたことから、事業所における健康管理等感染防止対策は適切であったのか改めて確認が必要であると考えておりますが、市内のすべての事業所に注意していただきたいことでありますので、事業所における感染拡大防止対策の徹底をお願いいたします。また本市は工業都市であり、感染の拡大地域に本社や営業所のある事業所も多いことから、職場における人と人との接触機会を減らす環境づくりのみならず、出張による感染拡大地域との往来の自粛など事業所の感染防止対策に万全を期していただきたいと考えております。また感染経路が明らかでない感染が発生し、日々感染者が増えている中でも、市民の皆様が感染防止のために取るべき行動は、飛沫を直接または手指を介して間接的に口や目、鼻から体内に取り込まないようにすることに変わりはありません。改めて咳エチケット、こまめな手洗いの徹底をお願いいたします。またこれまでも私からお願いさせていただいておりますが、密閉、密集、密接の3密を避ける行動の徹底につきましても重ねてお願いをいたします。なお今回の患者の濃厚接触者となったご家族が勿来第一小学校に通われていたため、児童の安全安心を確保する観点から勿来第一小学校を明日から休校といたします。市民の皆様一人一人のさらなる努力が地域医療の崩壊を防ぎ、自分や大切な人、そしてふるさといわきを守ることにつながりますので、感染拡大防止のため緊張感を持った行動を取られるよう改めて強くお願いいたします。この難局を市民の皆様と共に力を合わせて乗り越えるため、より一層のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げまして、私からの説明とさせていただきます。はい、それでは次に感染症患者の概要等についてご提案部長より説明を申し上げます。
はい、方面部長の井湯です。で、私の方から幹事さんの代表について、申し上げます。その前に先ほども進行の方からご説明ありましたが、予定ほど申し上げさせていただきたいと思います。毎回恐縮でございますけれども、発表につきましては、本日検査結果が出て、時間があまりない中での速報ということになっておりますので、持ち合わせている情報の中での限られた会見になります。また、患者さんやご家族関係者の個人情報の方にも最大の配慮が必要となりますので、ご了承願いたいと思います。2点目ですけれども、患者さんの行動履歴等につきましては、現在、関係者への連絡等を行っているところでございます。詳しい調査は、明日以降も行うこととして、いるところが多いため、毎回本当に恐縮でございますけれども、現時点では調査中のためお答えできないこともあることについてもご理解お願いしたいと思います。3点目でございます。患者さんの職業につきましては、その公表について勤務先等との調整を行う必要がありますので、今回につきましては会社側との調整がつきまして、API コーポレーションということで、公表させていただいていただきますけれども、勤務先等が自ら公表するなど調整の整った段階で行わせていただこうとします。4点目ですけれども、濃厚接触者につきましては患者さんではないことから、原則人数、家族構成等の最小限の公表にとどめさせていただきたいと思っておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。それでは、また入ります前に、本日検査結果が判明した件数が全体で32件ございます。PCR 検査で出た件数が32件ございまして、そのうち3件が14日に判明した3例目の5月3件ですけれども、こちらには全て陰性でございました。で、その32件のうち12件につきましては、この会社の方の濃厚接触者の部分で、この方々のうち3人が陽性反応が出るということになっております。では、4例目から6例目までの説明をさせていただきます。まず 4例目でございます。こちらにつきましては、50代男性でございます。4月11日に 37.3 度、4月12日は 37.4 度の発熱がありました。ここから自宅で療養しておりました。熱が下がったため4月14日は出勤しました。その後保健所の調査で3例目の患者の濃厚接触者と判断されましたことから、昨日帰国者接触者外来を受診し、本日検査の結果陽性であることが判明しました。5例目でございます。10代の男性で、4月7日に 37.7 度、4月8日には 37.3 度の発熱がありました。そのため医療機関を受診しまして、4月8日から13日まで自宅で療養し、4月14日から出勤しておりましたけれども、その後3例目の患者さんが濃厚接触者と判断されましたことから、同様に外来を受診して検査の結果陽性となったのでございます。次のページをお願いします。6例目、50代の男性でございます。軽度の倦怠感はありましたものの、特に症状はありませんでした。その後保健所の調査で3例目の患者の濃厚接触者と判断されましたことから、検査の結果、検査したところ結果陽性であることが判明されたところでございます。また繰り返しになりますけれども、報道機関の皆様にお願いでございまして、患者等の個人情報、個人にかかる情報について、プライバシー保護の観点から、提供資料の範囲内での報道に確かにご配慮をお願い申し上げます。また、5例目の家族構成について、申し上げます。5例目の方は5人家族でございます。で、1人お子様がいらっしゃいまして、先ほど お子様のご兄弟がおりまして、その患者さんとのご兄弟がおりまして、小学校に通っていたということでございます。6例目につきましては奥様がいらっしゃいます。説明につきましては、
それでは皆様からの質問をお聞きいたします。はじめに記者クラブという患者様からお願いいたします。幹事社の夢新聞の武田です。まずは同じ職場から、今回、4名の感染者が出たということで、市としてはクラスターが発生しているというような認識はあるんでしょうか。その点でございますけれども、最近ですね、例えば国のクラスター班とかで、大体クラスターという言葉を使うのは5例以上の発生ということは多いかなというふうに思いますので、今のところ集団の発生というふうなことだというふうに思います。それと、今回分かったその3名なんですけども、いずれも軽症ということなんですが、肺炎等の症状というのは今どこにあるかではないかと思っていますでしょうか。はい、3例に関してですね、はい、まず、1例目の方でございますけれども、1例目の方につきましては、すみません、質問もう一度お願いします。すみません、いずれも軽症ということなんですが、はい、その肺炎等の、症状というのは今のところ見られてないかっていう、画像上ですね、画像上見られるということは聞いておりません。あと感染の経路なんですけども、前回発表された方が、6日の日に、発熱があって、今回この10代の方が、8日が発熱ということなんですけども、その辺の感染経路というのはどう見られているんでしょうか。はい、その点はですね、現在まさに疫学調査を実施して、その関係性ですね、そこについて今回3例の症例が出ておりますので、そういう方の情報を整理しながら、そういうその関連性ですね、そこを今一生懸命調査しているところでございます。あと先ほどは32件ということを言われてましたが、これが今のこの4人、この前の合わせて4人の濃厚接触者って見てるってことでしょうか。この32件といいますのは、他のですね、今回職場を中心として、それからご家族ですね、やっておりますけども、それ以外にですね、本日こうした接触者外来を昨日ですけど受診した検体っていうのも混ざっておりますので、合計ですね、すべての合計が32件ということになっています。今回の、この3名含めての濃厚接触者っていうのは大体何人って見てるんでしょうか。まず家族がですね、濃厚接触者に該当するだろうというふうには思っております。それとですね、職場の方で現在まで、濃厚接触者ということで、3例目の症例に関して濃厚接触者というところで申し上げますと、11例ですね、はい、で、はい、今回の濃厚接触者に関しましては、現在またその今回3例出ましたので、それぞれを起点にしてですね、もう一回この濃厚接触者に関して、見直しをしなくてはいけないということになりますので、そこは今調査中ということでございます。すみません、先ほど部長の方のですね、ご説明の中で、すみません、50代の方、濃厚接触者ってなっておりますけれども、今申し上げましたように、濃厚接触者は、会社関連では11例になってて、この1例は何かっていうことなんですけれども、濃厚接触者をこう定義するときにですね、一応基準がこう、我々として取ってまして、それに該当する方は11例なんです。ただしやはりそれだけではちょっとどうかなっていうふうに思いまして、
少しこう広めにですね、例えば症状がちょっとあるような方とか、そういう方も、まあ、行ったっていうことで、50代のこの1年、今回の、4例目の方ですね、それは有症状ということで、少しこう広めにこう取った部分の方ということになります。NHK の吉田です。今一度すみません、ちょっとその3例目の方の濃厚接触者の勤務先と家族の整理なんですけど、家族は3人で、はい、勤務先は11人、濃厚接触者の勤務先は11人、はい、でプラスこの今日の発表の4例目の方、そうですね、気になる方っていうことで、検査をしているのは他にもいるって、濃厚接触者と、この方ですね、濃厚接触者が11人いて、はい、で、あとこの4例目の方をはじめ検査をした方は他にもいらっしゃるっていうことですね。すいません、3例目の判定では12名でしょう。そうですね、はい、12名だけ、そうですね、12名だけが検査をしてるはいですね。 あとは家族っていうことになりますけども、はい、そういうんです。数字もう一回整理してください。濃厚接触者ということで言いますと、まず11名プラスご家族ということになりますね。ですので11+3ですから、濃厚接触者として、検査したのは14ということになります。でプラス有症状の方でちょっと気になったので、やはりそのやるべきやっていうふうに判断しまして、やった症例とは1例ですね、はい。すみません、学校の休校についてもう一度確認なんですけど、これは5例目の方のお子さんの関係ですか。はい、そうです、ご兄弟。ご兄弟っていうのは、5例目の方の兄弟が、はい、通われているって言ってました。その5例目の方の兄弟が通われているっていうこと、小学校。1点だけ、市長にお聞きできればと思うんですけど、今回ちょっと、今回の3例は職場関連かなっていうのもなんとなく分かるんですけど、前回含めてその市中感染としか見えない、今のところその経路が分からない感染者が出てきて、またこうやって広がりを見せている中で、改めて、学校はですね、その対象を関係しそうなところだけに休校を絞るのは続けるお考えでしょうか。今回の感染された方の親族に、小学校に通っている方がいるということで、また感染者がですね、急激に増えているということで、非常に厳しい状況だというふうに認識しております。学校の件に関しましては、いろいろあります。調整をする部分もありますので、いずれにいたしましても、明日正式にですね、市としての考え方を記者会見で、述べさせていただきたいというふうに思っております。より広い範囲の休校措置とかも一応検討はしているということでしょうか。それも含めて発表させていただきます。要は決定事項を発表はしていただければいいと思うんですけど、一応検討はしてるっていう。そうです、毎日いろんなこと検討してます。はい、はい、その他ご質問、はい、すいません、家族構成の確認なんですけど、まず4例目50代の、男性、この方には家族っていうのは、単独で今住まわれてます。私は一人暮らし。はい、一人です。
で5例目10代の方は5人暮らし、5人家族です。でこの中津第一小学校に通っている兄弟、これあの性別は男では差し控えさせていただきます。で6例目は妻との2人暮らし、はい。ちなみにあの5例目なんですけれども、この方だけあの結構あの他の人と比べて早い段階でも症状出てるんですけれども、で3例目の方っていうのはあの、6日の退勤後に症状が出たっていうことなんですけど、これとの関係はどういうことが、まあ、想定されるんでしょうか。はい、その点なんですけども、まあ、例えば WHO なんか の、 あの政府機関 の、 まあ、あのよくあの出てくるデータとかですと、大体1日から14日っていうふうになっていくかと思うんですけども、まあ、そういった意味では例えば、まあ、因果関係はこれからやっぱりあのしっかりと詰めていかなくちゃいけないと思うんですけども、まあ、複数のですね、やっぱり可能性っていうのは考えながら調査進めなくちゃいけないなというふうに思いますので、今ちょっと明言の方は差し控えたいというふうに思います。というと、まあ、そういう可能性とか踏まえると、このまあ工場内でクラスターが発生している可能性っていうのは非常に高いのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。はい、あの、まあ、そういうことも考えながらですね、あの念頭に置きながらあのいろんな可能性をですね、やっぱりこう探る中で、まあ、そのお互いのですね、症例間の関係っていうのをやっぱり考えていく必要があるかなっていうふうに考えております。はい、その他、福島県すみません、ですね、4例目が濃厚接触者じゃないという話でしたが、はい、分かりやすく説明いただきたいんですが、簡単に言うと5例目6例目の方は、はい、この3例目の方と、はい、まあ、勤務の、はい、まあ、同じ課とか、はい、こう仲間内とか、はい、で4例目はこの、はい、工場の中で、はい、どのぐらいこう離れているのかっていうのを分かりやすく説明していただきたいのと、はい、あとまあ4例目が濃厚接触者ではないということであれば、はい、違う感染経路も考え、あの感染者あるのかということと、あとは工場が従業員何人いて、まあ、今11人、まあ、プラス工場内では12人検査したわけですけど、あの分母がどのぐらいだったかっていうのを教えてもらっています。まず最初の症例って言いますか、4年目とかをちょっとこう中心にちょっとお話したいんですけれども、基本的に一つのこうフロアの中で会社ですので、例えばこうミーティングとかですね、したりとか、あとは実際にそのミーティングが終わった後にいろんな、まあ、現場ってあると思うんですけど、そういうところにこう移っていくっていう中で、その、まあ、基本的にその最初にこう朝とかですね、ミーティングするようなお部屋で、そのまあ、この、1例目、4例目と3例目っていうのは接点があったっていうことにはまあなります。でとこう基本的にですね、こう座最初こうミーティングとかするときにですね、こう座るようなこう感じなんですけども、その時にまあもともとですね、濃厚接触者をこう設定するときに、あるこう、まあ、例えば比較的2メーターとか近い距離の方っていうのはもちろん濃厚接触者と最初考えるわけなんですけども、そういう基準で行った時はまあ当てはまらなかったけども、同じやっぱりこうフロアにこうおられて、まあ、症状もちょっとこうあったっていうので、この方は、まあ、今回検査したっていうことに、まあ、なります。であとはご質問っていうのは希望でしたでしょうか、はい、何人が大変、その工場では何人、はい、会社では約70人全体で働いてまして、同じフロアが約20人いらっしゃると伺っております。その20人の中に4例目の方が入ってらっしゃるんですか。そうです、その通りです。はい、だとちょっと私も不明瞭であれなんですけど、これからその11名、まあ、結局12名ですけど、残りの8名とかは検査する予定とかは考えてないんですか。いらっしゃるってことは、はい、検査した方がいいのかな、はい、それはもちろん考えてます、はい、違う感染経路が違う可能性もあるかもしれないってことでしょうか。そうですね、いろんな可能性はやっぱり考えなくちゃいけないと思いますので、
まあ、総合的にですね、判断していくほかないかなって思ってます。まあ、今日は速報という話ではありましたけど、まあ、何度も何度も申し訳ないんですけど、3年目の会見はおとといだったと思うんですが、その3年目の方 の市外、県外のこう出入りとか、その辺あのアップデートしてるんだろうと教えてください。はい、はい、ただの今知り得る情報っていうことで言いますと、特にまあいわゆるその流行ってる地域っていうことですね、にはもちろん行ってませんし、市外の方にはですね、行かれてるっていうのは、まあ、今のところはちょっとこう情報としてはないんですけども、まあ、今後またですね、少しこう落ち着いた時とか、本人が落ち着いた時とか、いう時にですね、また何かこう新しい情報が得られるかもしれませんけど、今のところはまあそんなところです。すいません、2つ、5例目の方、5人家族って言ってて、奥様がいらっしゃるだろうということは分かるんですけど、子供、兄弟ですね、これ3人兄弟という理解ですか、それとも誰おじいちゃん、おばあちゃん、どっちかいるとか。そうです、祖父の方がいらっしゃって、で両親がいらっしゃって、でご兄弟のうちの一人が今回のご例の方です。祖父の方が一人いらっしゃって、はい、で両親、ご両親がお二人、まあ、ご両親ですかね、ご両親二人、はい、奥さん、ご両親親です。奥さんはいないです。兄弟っていうのは。従来の方の兄弟も。そういうことです。あともう一つ。さっきの検査の32の内訳で、その3人は14日の方、3例目の方の家族、陰性。で、12件が会社の人。で、そのうち3人が陽性って話でしたけど、そうすると、まず会社の人の12人のうちの9人は陰性だったっていう理解でいいのかどうかということと、あと足し算するとこれ合わないんで、他どういうふうな話になってちょっとそこ教えてください。あ、すいません、まず基本的には会社の方のみで、まあ、考えますと、今回まず、最初の接触患者さんから見てですね、濃厚接触者と、あと今回、まあ、プラス1やってますけど、それが、まあ、12人で、まあ、その中で3人出たっていうことで、まずよろしいかと思います。で、家族は、まあ、今回陰性でしたっていうことです。うん、はい、その他32のうち、はい、引き算すると残りいろいろありますか。あ、それはまた別の先ほど申し上げましたように、濃厚、うん、接触者外来を受診して、その他の患者さんおりますので、そちらの方の方の検査の結果ってことになっております。わかりました。はい、その他、ご質問をお願いします。福島民法。福島民法の佐藤です。ちょっと整理というかですね、5例目の方なんですけども、その10代の男性の兄弟というと、兄弟というのは兄弟と書く兄弟となる、兄弟というとそういう表記もあるんですけども、それ弟ということでいいんですか。そこは差し控えさせていただきます。性別は、はい、差し控えさせていただきます。そうする、わかりました。はい、質問か、中継、福島中央テレビです。ですね、冒頭市長がその企業の感染対策どうなのかなっていうのをおっしゃったと思うんですけど、この当該企業の感染の様子を見てると、濃厚接触者じゃない人から感染者が出てるってことでは、例えばチーム分けをするとか、日頃からこの感染防止対策っていうのは何かこう取られたとか、そういう調査って進んでませんでしょうか。は
い、あのこの会社ですね、検温とかはですね、あの朝だったかと思うんですけども、あのやるようにっていうことをきちんとこう指示されていたりとかいうことで、あの一定のですね取り組みってのはされたかと思うんですね。あのなんですけども、まあ、今回こういうふうなことになってしまったっていうことだと思います。はい、これ改めてこう調査に入るっていうことはない。はい、あの今回ですね、またあの症状というか患者さん発生しましたので、あのいろんな聞き取りとか場合によってはまたあの調査にお伺いするということで、あの点検というか会社の方ですね、確認させていただきたいというふうに思っております。あとすいません、この今回新たに判明した3人は同じフロアにいたということでいいんでしょうか。同じフロア。はい、あのおっしゃる通りです。そうしますと、今回12人あの PCR 検査を実施して、同じフロアで大体20人いたということなんですけども、残りの8人の方の検査、はい、あるいはその違うフロアの人の検査はどうなるんでしょうか。はい、まずあのドイツフロアの方なんですけども、この、 あのフロアにあのおられた方については現在ですね、やっぱりそう感染源をいろいろ検索しとかそういう意味もありますので、あの、まあ、検査をする方向で今検討しております。あとその他のフロア、あフロアっていうかあの、作業いろんな、まあ、あのありますけど会社ですので、そこについてはあのきちんともう一度ですね、我々の方であの、まあ、調査の中でですね、いろんなことを点検しながらですね、あのまあ、どういう場所がやっぱりこう必要な場所なのかということをもう一回洗い出してですね、あの、まあ、必要に応じてまた検査の方を進めていきたいというふうに思います。はい、その他、福島放送。福島放送佐藤です。何点かお伺いしたいんですけども、あの市長がおっしゃってたその業務体制の件なんですけども、まあ市内にも何点か、まあ、工場が進出してあると思うんですけども、例えばチーム分けをするように市から要請するとかっていうのは今後あるのかどうか確認させていただきたいと思います。まあ、あのそれぞれの企業で必ずしもチーム分けできるかどうかっていうところもありますので、ただあの各企業におきましては業務継続契約、あもう計画、要はあのまあ、商業者が出たときに続けられるようにどうやっていくかということを考えていただくことは大事だと思いますので、そういうことを各企業の方に呼びかけてまいりたいと思っております。それで言いますと、今政府の方で全国に緊急事態宣言を出すっていう今方針が進んでいるかと思うんですけども、その点についてさらにフォーカスする事案は市でもあるのかなっていう認識はあるのでしょうか。例えば感染拡大防止にどういったことをされるのか、検討段階でも構わないので何かあれば教えてください。あの本日のニュースでですね、国の方で、全国に緊急事態宣言をというような報道がされておりますので、まあ、それを受けまして、明日市の方での方針をですね、記者会見させていただく予定にはしております。記者会見って何時から予定ですか。あの明日お知らせいたします。すみません、今回の3件はいずれも入院中とあるんですが、本日入院でよろしかったでしょうか。はい、あの本日入院、あはい、入院の、あの入院となっております。はい、と思ってことですね。はい、わかりました。朝新聞の古翔です。緊急事態宣言の関係で、あの市長の今の時点でのご見解で結構なんですけれども、あの万が一福島県も出た場合、あの商業施設等市内もいろいろ影響が出てくるかと思うんですが、まあ、やはりあの補償の話等といろいろ話題に上がってくると思うんですけれども、あの市の独自策云々はとりあえず置いといとして、あの市長としては何かその補償についてどういうようなあり方が必要だというふうに今の時点でお考えでしょうか。あのすでにですね、市内の旅館ホテル飲食業、まあ、サービス業を中心ですね、
非常に厳しい状況にあると思っております。まあ、そういった状況を踏まえまして、国県の動向をですね、しっかりと把握しながら、連携を取りながら、できるだけの対応ができればと思っております。なるだけ国県の方にそういったシステムを積極的に作っていってほしいというようなお考えであるという理解でいいでしょうか。そうですね、国の方で、まあ、そういった緊急事態の宣言をですね、まあ、福島県もということになれば、まあ、国の責任において、さらには県の責任において、そして、いわき市でやるべきことをしっかりと取り組んでいきたいというふうに思います。はい、すみません、確認なんですけども、その、5例目の、家族に、兄弟がいるということで、誠大地症、明日から休校ということなんですけれども、消毒などの対応っていうのは、さっきの休校にした学校でもですね、まあ、消毒等対応しておりますので、当然なこそ第一小学校においても行います。済みではなくて今後行うという考えでよろしいでしょうか。今日の話ですので、今後しかるべき時に行います。あとすいません、フロアに、3例目の、患者さんと同じフロアに20人ということなんですけど、これってその3例目を抜いて20人ですか、それとも3例目入れて20人。3例目を入れて約20人だと、また今のところ正確な何人というのはまだ把握していない、正確に把握していないものですから、移動とかそういうのもあると思うので、そこをはっきりさせてはいきたいと思います。市としてはこの、まあ、新たな4例目から6例目に対しては、3例目から、まあ、広がったという認識なのか、まあ、推測しているのかいかがでしょうか。はい、その点なんですけども、先ほどもお話しさせていただきましたように、まだですね、そういうふうな断定っていうのをすることはできないというふうに考えております。やはり今回3例が出て、まあ、前に発端になった方かどうか分かりませんけども、まあ、いらっしゃっておいて、全部のそのもう一回ですね、行動とかそういうものを全部こうもう一回洗い直してですね、それでやっぱり評価せざるを得ないかなというふうに考えておりますので、今の段階ではそういう、こう、まあ、因果関係とか、そのか、まあ、感染の関係っていうのは、ちょっとまだ明言はできません。はい、あとすいません、3人は本日は入院ということなんですけど、これ、県内ということでよろしかったでしょうか。はい、県内の指定医療機関になっております。わかりました。毎日新聞の柿沼です。API コーポレーションなんですけど、これは東京の本社にある API コーポレーション、医薬品製造メーカーの、会社でよろしい。カタカナで API コーポレーション、はい、株式会社 API コーポレーション、はい、で、岩手工場にはこの4月で例えば移動してきたとか人事合理みたいなのがあったんでしょうか。先生、そのあたりもですね、今後また調査を行ってまいりたいというふうに考えております。岩木美子、茨城日報の丸目です。お世話になっております。何点かお伺いしたいんですけども、まず勿来第一小学校へ明日から休校ということなんですけども、これは何日までなのか、まず教えてください。失礼します。教育委員会の南雲と申します。4月30日までとさせていただきます。
あともう1点なんですけども、まあ、調査中だとは思うんですけども、この方々結構症状が出てから職場に荷物を取りに行ったりとか、あとは、まあ、一旦症状が落ち着いてたりとか、いろんな例があると思うんですけども、まあ、今日の段階では多分調査中だと思うんですけども、今後経路について何らかの形で明らかにする考えはあるんでしょうか。明らかにするというのは調査を進めるかっていう意味でよろしいですか。調査を進めたけど、やはり市民の方はどこに行ってるのかって、ざっくりとした場所でいいと思うんですけど、どこに行ってるのかっていうのはやっぱり気になるところだと思うので、まあ、問題のない範囲で我々にも明らかにしてくれるのかという、そういう点です。感染防止ですね、まん延防止、感染拡大防止に、まあ、寄与するような情報であれば、それはどうだしするということもあるかと思いますけども、すべて細かくですね、いろんなところに行ったとかっていうことをですね、一つ一つっていうことではないっていうふうに考えております。やはり感染のですね、拡大防止に寄与する情報がやはり一番大事かっていうふうに思いますので、そのあたりですね、必要に応じてお伝えできればなっていうふうに思っております。すみません、もう1点だけ、10代の男性の方なんですけれども、自宅で過ごした後、これ出品されているということなので、これは、まあ、熱が下がったので大丈夫だろうということで出品したというイメージでよろしいでしょうか。そうですね、体調も回復しましたので出品されたんだろうというふうに、まあ、思っております。はい、とりあえず大丈夫です。福島民友の秋山です。お世話になります。すみません、先ほど会社で検温してたってことなんですけども、これなんか、まあ、昨日の、おとといのその時も思ったんですけど、結構その一応熱症状として、まあ、例えば5例目の男性 37.7 度出ていたりとか、4例目の方 37.3 度出ていたりって熱がある状態を、これも会社は把握されていたのか、それとも何て言うんでしょうかね、まあ、要はその内規とかで何度以上だったら出勤したらいけないみたいな決まりとかって、その会社でも受けられてたんでしょうかね、こちらって。確認をお願いします。そうですね、はい、内勤についてはちょっと確認はできておりませんけども、例えば、50代 の、 その1例あ4例目の症例ですけど、この症例なんかはまあ土曜日ですね、お休みの時に、まあ熱が出てるということと、それから、5例目につきましては帰宅後ですよね、出ていて、それ以降会社の方行っていなかったりとかですね、それなりにですね、それなりにっていうか、まあ、対応っていうのは取られて、会社としてですね、やっぱりこうルールがあって、それに基づいてやっぱり出社しないようにってことはしてるんだっていうふうに思っております。福島民報の小野でございます。お世話になります。今回3人出たということで、これからその医療の拡充とか医療体制の、まあ、拡充とか、そういったところ検討段階でもあるのであれば、ちょっと教えていただきたいなと思います。はい、帰国者接触者外来とかですね、まず大事になってくるかなと思いますけれども、そちらにつきましては医療機関にもですね、いろいろご相談しながらですね、患者さん の、まあ、診療枠ですね、拡大していただいたりとか、そういうふうに、まあ、地域の先生方のご協力のもとですね、今進めているというところでございます。病床の方もですね、医師会とか、あるいは病院教育会の会員となっておられるような病院のですね、先生方とも、まあ、ご相談しながらですね、まあ、病床の確保というところもですね、現在の協議をしているところでございます。ありがとうございます。読売新聞。すいません、ちょっと先ほど の、 緊急事態宣言が、まあ、これから出るかもしれないということなんですが、まあ、出た場合ですね、今後 の、 保育園の対応方針というのは今のところどういう状況か教えてください。まあ、まずはですね、その緊急事態宣言がいつ福島県が入るのかっていうのが一つあります。また今回の、まあ、4例、5例、6例目の発症ということは極めて、いわき市としてもですね、重く受け止め、判断していかなくてはいけないというふうに思っておりますので、
明日、まあ、市としてのですね、方針につきましては記者会見をさせていただきますので、どうぞご理解いただきたいと思います。福島民放佐藤です。先ほどこのフロアという表現がその職場のですね、表現というフロアとありますが、この職場というのはどういう構造なのか分かる範囲で教えていただきたいんです。このフロアというのは 階層のことを指しているんですか。一つのスペースだって日を持っていただければと思いますけど、まず今の何て言って申し上げたいかあれなんですけど、一つのこうみんながこういられるようなそういう、まあ、スペースですね。それが、まあ、フロアっていうところですかね、はい、部署ですか。ここは何階建てなんですか。ここは3階建てなんですね。構造はですね、ちょっとなかなかこう申し上げるのが難しいちょっとこう構造なんですけども、1階はですね、そういうふうにこう皆さんがこう集まってこうミーティングとかできるような場所かと思うんですけども、あとはこういろんな作業をするところっていうのが上の階とかにこうあったりとかっていうふうなことになってるんだと思います。ですので、先ほどからその今回の、まあ、患者さんたちがこうおられるその場所っていうことでお話ししてましたけども、それは、こう皆さんがですね、こう集まることができるような場所っていうのは、まあ、今お話ししているところのフロアっていう感じかなというふうに思います。ではこの120人は1階のミーティングする場所で、集まって、まあ、会議などをしていたということですか。毎朝そうですね、朝集まられてるようですね。はい、わかりました。その他、それからすいません、念のための確認なんですが、この工場の操業を停止したのは3年目のまた14日判明しているんですが、その翌日の15日からということでよろしいでしょうか。全ての従業員を、自宅待機し、工場の操業を停止する。翌々日ということです。はい、はい、4月16日より、全ての従業員を自宅待機として工場の操業を停止いたします。その他、すいません、ちょっとすでに出てたら申し訳ないんですけども、本日32検体、検査をして12検体中、まあ、陽性が3件あったということなんですけど、このフロア20人ってかん、およそ20人って考えてると、検査しない人たちってのはどのくらいいるんでしょうか。すいません、同じフロアってことです。そうすると、大体まあ20人程度くらいか、まあ、それくらいとすると、まあ、残りの方っていうことにはなりますね。8人くらいですね。8人くらい。はい、明日以降、検査するっていう考えでしょうか。そうですね、まあ、そういう方向でまあ検討したいかなって思ったら。他お願いします。よろしいでしょうか。この企業、東京に本社がある会社だと思うんですけども、以前からこうそういう感染拡大のエリアからいわき市とか福島に来る際は、移動等で来る場合は自宅等で、それなりの期間待機してくださいっていう呼びかけがあったと思うんですけども、そういうことは守られてたんでしょうか、この企業について。
はい、そこのところもですね、今後確認を行っていきたいというふうに思います。確認を行っていきたいと思っております。はい、本日の会見、これで終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。